文身は、ヒョードル・ドストエフスキーの中編小説で、1846年、祖国雑記、第2号に発表された。貧しき人々で分断に華々しくデビューした、ドストエフスキーの第2作目となる作品である。貧しき人々の発表からわずか1月後のことであった。発表前に、アニメファイルに当てた手紙の中でドストエフスキーは、貧しき人々よりも10倍も上の作品です。 仲間の連中は、死せる魂以後のロシアの国にはこれほどのものは、一つとして現れなかった。これはまさに天才的な作品だと言っていますと、その自信を悲劇している。この作品は、ペテルブルクシシという副題が付けられ、1から13章で構成されている。貧しき人々に続く第二作目でもあり、周囲から大きな注目を集めたが、本人の期待に反して、 その評価は厳しいものであった。アニメハイルに宛てた手紙の中でドストエフスキーは、仲間も、一般大衆も、皆声を揃えて言うには、ゴリアートキンはあまりに退屈で正気がない、あまりに上調であって、とても読めたものじゃないというのですと記している。確かにこの作品の最大の欠点はいたずらに、上調であるという点にある。ドストエフスキーは、読者の期待を裏切る前と必要以上に力を、 入れすぎてしまったのであろう。また、ほのめかしや、あてこすり等の曖昧な表現が多く、全体として内容把握を難しくさせている。しかし、そうした欠点はあるものの、この作品には、不思議な魅力もある。この作品の主人公、ヤーコフ・ペトロビッチ・ゴリアートキンは、貧しき人々の主人公、マカール・ジェイブシキンと同じ旧統文館の下級管理である。 ドストエフスキーは、貧しき人々では、主人公が愛する女性に貢いだ挙句、借金を抱え結局、その愛する女性にも去られて、孤独と絶望に陥るという悲劇を描いたが、分身では、わずかばかりの野心を持った、下級管理が、昇進も、念願の結婚も果たせずに発狂するという悲劇を、描いた。当時のロシアの社会では、軍人、管理は14の等級に分けられ、 九等管から十四等管までが下級管理とされ、八等管から一等管までが上級管理であった。しかし、下級管理ではあるものの九等管は曲がりなりにも貴族に劣せられた。ただし、この身分は一代限りのもので、領地などの世襲が認められる八等管とは大きな違いがあった。それゆえ、九等管という身分は極めて微妙な立場であり、そこに、 ロシア身分社会の歪みが凝縮されているとも言える。ニコライ・ゴーゴリも狂人日記において長官の娘に恋をして相手にもされず、挙句く自分はスペイン国王であると共振する求党感を描いている。ドストエフスキーがゴーゴリのこの作品から大きな影響を受けているのは明らかである。しかしゴーゴリは主人公の発狂の様子を描いてはいるが、 なぜ発狂に至ったのかについてはあまり触れていない。ドストエフスキーがこの作品で描きたかったのはまさにそこである。貧しき人々での分断デビュー以来、ゴーゴリを遥かに抜いたと周囲の仲間からも褒め添やされていた自負心も手伝って、ドストエフスキーは急等感の内面にまで踏み込んで発狂に至る人間心理を極めてみようと考えたのであろう。さて、 主人公ゴリアートキン氏が身分違いの五藤館の娘との結婚を願望するようになったのはもちろん旧刀館から這い上がりたいという野心からでもあるがそれは同時にまた旧刀館の職から転げ落ちるかも知れないという危機感からの一発逆転の賭けでもあったしかし残念ながらその望みは見事に失敗に終わる彼は大きな挫折感を味わい 絶望感に打ちひしがれ、結局は発狂してしまう。この発狂を分身との遭遇イコール自我の分裂として、ドストエフスキーは描こうとした。したがって、分身であるシンゴリアートキン氏が登場する第5章以降はいわば発狂したゴリアートキン氏の内面の物語と見ることができる。そこでは、 現実と妄想とがない混ぜになっているが、ゴリアート禁止にとっては描かれた世界こそが真実である。ドストエフスキーは読者には、現実と妄想の境目をそれとなく示してくれるが、なかなか見分けがつけにくい。それが、作品のわかりにくさにもなっている。第5章以降、ゴリアート禁止は妄想である、分身イコールシンゴリアート禁止と格闘を重ねていくが、さてこの、分身を、 どのように理解したらいいのか。同時代の優れた批評家ドブロリューボフは、いやしくも、あらゆる狂気には、原因があるはず、と述べて、自分なりの分析を試みている。すなわち旧統官ゴリアートキン氏は、旧敵たちがよからぬ陰謀を巡らしているために、自分の立場が脅かされていると感じ、もはや自分も陰謀家と手を組む他はないと考え、とうとう新ゴリアートキン氏を妄想し、 彼と結託しようとしたという。しかした方でそうしたシンゴリアート禁止の狡猾さ、世当たりのうまさ、癒しさというものを、旧ゴリアート禁止の愚鈍で実直な性格と、道徳的感情がどうしても許すことができないので、彼は心の中に葛藤を抱え込む。この葛藤がついには、起点の効かぬゴリアート禁止がなしへた限りでの最も、暗い抗議から、発狂に至る。 ドブロリューボフは、ゴリャート・キン氏が、恋敵の発動感渉心やクラーラの拒絶もそれが、なるべくしてそうなったもので、世の中のすべてのものは最も合理的な形で、能力に従って配分されているし、能力は自然そのものによって与えられると、考えていたら、発狂には至らなかったであろう、という。しかし、わずかばかりの野心と脱落への危機意識が、ゴリャート・キン氏に、それを許さなかった。 また優れた、ドストエフスキー研究者の一人、高橋聖一郎は、分身の出現は、あの、クラーラ・オルス・フィエブナからの拒絶以前に、すでに予告されているという。ゴリアート・キン氏は常に、仮面をつけるのは、仮面舞踏会の時だけで、毎日のように仮面をつけて、人前に出て行ったりはいたしませんと語っているが、実際に彼は馬車に乗ってめかし込んで出かける時に、 上司と同僚にすれ違うのだが、い,いえ、これは私じゃ、私じゃありませんので、はい、それだけのことでしてと、自分がゴリアトキンではないかのように装うことで相手を無視したのであった。この見事な真相心理の描写は、彼の分身の出現を巧みに予告している。と述べている。普段仮面をつけることは、絶対しないと思っている自分、知り合いの前で平気で仮面を装う自分、 この相反する二つの自分は、ゴリアート禁止の中では全く統合されていない。すなわち自我はすでに分裂の危機を迎えていた。そして激しい精神的重圧によって、自我の分裂は決定的となり、分身の出現へ至る。ところで、現代にあたるロシア語のはドイツ語由来の外来語ドッペルゲンガーとほぼ同じ意味の言葉で、分身あるいは二重人格などと訳される。 ただしドッペルゲンガーは、いわゆる自己増言子であり、この作品での分身のように、第三者と会話したりすることはないようだ。したがって、この作品の分身はドストエフスキーによって、独自に創造された分身である。これを現実事故に対する理想事故とも捉える見方も、あるが、果たしてシン・ゴリャート・キン氏は理想事故であろうか。ゴリャート・キン氏の自己像は私は、 人の機嫌を取ったり、ごまを吸って、人に取り入ったりするのは大嫌いな人間で、うまくいかなかったら、我慢するし、うまくいったら、守り抜くだけで、いかなる場合も、策を浪したり、他人を陥れることはしない人間である。とすると、シンゴリャート禁止は、理想事故ではなくむしろこれは、負の理想事故ではないのだろうか。つまり、ゴリャート禁止は、現実の壁の前に次第に追い詰められ、 とうとう不の理想事故と手を握ろうとして、自己崩壊へ至ったと見ることができる。他方で、新ゴリアート禁止を、無意識、旧ゴリアート禁止を、自我意識と捉えることもできる。ジークムント・フロイトの知見によれば、無意識は意識のもとに押し込められて通常私たちは、認識することができない。しかし、夢の中には、無意識が歪んだ形で現れ、また私たちの行動に知らずのうちに影響を、 与えることがあるという。第10章では、ゴリャート禁止は夢を見る。そこでは、新ゴリャート禁止が、周囲のものを次々にうまく手玉に取り、みんなから歓迎され、その愛嬌の良さと才能を高く評価されて、本物のゴリャート禁止を追い詰めていく。そして、ゴリャート禁止は次の、第11章でこの、夢に見たのとそっくり同じことが、目の前で起きるのを経験する。 ドストエフスキーは、ここでは通常は意識の世界に現れることがない、無意識を夢の世界の再現という形で継承化しようとしたのではないか。厳しい現実に押しつぶされそうになった時、人は精神的逃避を試みる。神経症や精神錯乱もその逃避の一形態である。それは多くの場合意識下に抑圧された無意識が膨れ上がって、 意識に悪作用を及ぼした結果であると考えられている。新ゴリアート禁止は、ゴリアート禁止の意識下に抑圧された上手におべっかを使い、ずる賢く立ち回ってでも上の者に取り入り、自分の基地と才能を認めさせ、昇進したいという無意識の欲望の化身だったのではないか。この欲望の化身が意識下に押し込められたままでいたら、発狂することはなかった。しかし、 それはついに妄想という形ではあれ彼の意識世界にはっきりとその姿を表してしまった。いずれにしてもこの作品が書かれた時点ではまだフロイトの知見は世に現れ出ていなかったからドストエフスキーはフロイトを先取りしていたと見ることもできよう。なお最後に一つこの作品の中の奇妙な不調について触れておきたい。最終章でゴリアート・キンは オルスーフィー・イワーノビッチ邸におびき出されるが、いつまで経ってもクラーラが現れないので、もうこれで良いとして、そこを引き上げるのだが、セミオのノフスキー橋まで来て、また、そこから屋敷へ引き返してしまい、結局みんなに見つかって、精神病棟を送りとなる。このセミオのノフスキー橋こそ、ドストエフスキーが、ペトラシェフスキー事件で逮捕され死刑判決を受けて、狂言処刑が行われた場所があるところだった。 それはこの作品が発表されてから3年10ヶ月後のことであるから、まさかそのような運命が待ち受けているとは知るよしもないが。旧東文館、ヤーコフ・ペトロビッチ・ゴリアート・キンは、その日朝起きると間もなく、馬車を借り切り、めかし込んで出かけた。途中、上司や同僚とすれ違い、ゴリアート・キン氏の普段と違うその様子に、彼らは驚いた表情を見せたが、ゴリアート・キン氏はそ知らぬ顔して、 馬車でその場を通り過ぎた。気を沈めるために彼は、利弊な野外の医師クレスチャン・イワノービッチのところに寄ることにした。医師からは、もっと社交的になり、生活様式を根本から改め、性格を叩き直す必要があると言われる。自分は、俗世間の創造しさが苦手で、そういう付き合いには、不向きな人間だと彼は答える。自分は取るに足らない人間だが、策を浪したり、 人を傷つけたりはしないから私の手は汚れていないと言った。だが、その後でゴリアートキン氏はわっと泣き出し、私には敵がいる、その凶悪な敵は私を破滅させようとしている、と言った。彼の言う敵とは、職場の上司のアンドレイ・フィリッポビッチであり、そのおいで発動官に昇進したばかりのウラジミール、セミオノビッチであった。ゴリアートキン氏は、 彼の恩人でもある五藤文化のオルスーフィー、イワーノビッチの一人娘クラーラ・オルスーフィー・エブナに恋をしていたが、どうやらその娘は恋がたきウラジミール・セミオノビッチとすでに婚約しているらしい。しかもその恋がたきは、叔父のアンドレ・フィリッポビッチと一緒になって、ゴリアート禁止をドイツ女性との集分により破滅させよう企んでいるに、違いない、そう彼は思い込んでいるようだ。 医師は、しっかり薬を飲むように言い聞かせ彼を返した。その後、ゴリアートキン氏は、馬車でイズマイロフスキー橋のオルスーフィー・イワーノビッチ、邸に向かった。そこでは、クラーラ・オルスーフィー・エブナの誕生祝いが行われていた。ゴリアートキン氏は、オルスーフィー・イワーノビッチ邸に入ろうとするが、入り口で断られてしまう。そこで、ゴリアートキン氏は、屋敷の裏階段から入った。 台所口にずっと身を潜めて、中の様子を伺っていた。屋敷の中では、ゴリアート金氏の上司である六等文官のアンドレイ・フィリッポビッチが、主品として招かれ、その甥いのウラジミール・セミオノビッチは、今夜の主人公クラーラに寄り添っていた。ゴリアート金氏の直属の上司アントン・アントン・ノービッチも、来て、祝辞を述べた。やがて、学士が呼ばれ、舞踏会が始まったが、 三時間余りが経って、とうとうゴリアートキン氏は勇気を振り絞って、サロンに顔を出した。気がついてみると、クラーラの真ん前に来ていた。もちろん一同は彼の姿に驚くが、彼はとりあえず挨拶して、祝いの言葉を述べた。アンドレ・フィリッポビッチが呆れて、恥を知れ、恥を、と言いクラーラの手を取って、ゴリアートキン氏に背を向けてしまった。その後で、なんとか、 ゴリャート・キン氏はクラーラをダンスに誘おうと彼女に近づきその手を取ったが彼女が悲鳴を上げたのでみんなが一斉に飛びかかって彼女をゴリャート・キン氏の手から引き離した。ゴリャート・キン氏はやがて誰かに引っ張られ街灯を頭からかぶせられて家の外に追い出された。家の外に出た彼は打ちひしがれてイズマイロフスキー橋の近くの本探下歌の歌詞を 無我夢中で走っている時に自分と無理二つの男に出会う。それはまさしく自分の分身であった。分身の出現は旧敵たちによる作望に違いないとゴリアート金氏は考えた。案の定その翌日、この分身は役所にも現れ、同姓同名を名乗ってゴリアート金氏の真ん前に座っていた。はじめは仲間のような素振りを見せゴリャトキ氏に近づいてきたので彼を自宅に招き、 つい、うっかり彼に二人でうまく立ち回って、敵の作望を暴いてやろうと提案し、敵の秘密まで喋ってしまった。ところが、次の日役所に出ると、その新ゴリアート金氏は、仕事では彼を出し抜き、芝叩く間に、同僚の信頼も得て、ゴリアートキン氏を次第に追い詰めていく。ゴリアート金氏は、新ゴリアートキン氏を捕まえて、その高眼無知な態度を責めるが、 まるで嘲笑うかのように彼を愚弄し、ヤーコフ・ペトロービッチ、冗談はよしにしましょうよ。二人でうまく立ち回るんでしょうが、と言ってのけた。自分は破滅させられた、あいつらはみなぐるだ。いずれはっきりさせてやると、ゴリャート・キン氏は固く心に誓う。だが、ゴリャート・キン氏は、新ゴリャート・キン氏の出現によって、確実に追い詰められていく。 職場の同僚のバフラメイエフからも絶好を言い渡される。ゴリアート・キン氏もかつて、バフラメイエフと共に、ドイツ女性のカロリーナイワーノブナの館に下宿していて、その頃ゴリアート・キン氏は、このドイツ女性に入れ上げていた。しかし、ゴリアート・キン氏は、その後下宿を出て、メシスカイツキの家に移り、やがて高嶺の花であるクラーラオルス・フィエブナに、恋するようになった。それは、 はじめから、望みのない横連母であった。ゴリアートキン氏は、バフラメイエフの下宿先から届けられたクラーラ・オルスーフィー・エブナからの手紙を受け取った。それには、望まない結婚を無理やり父親にさせられようとしているので、どうか私を助け出してほしい。今晩9時きっかりに、オルスーフィー・イワーノビッチの家の窓の下に馬車を用意して待っていてください、と書かれていた。 彼女の誘いが非現実的なのものであることは十分承知していたが、ゴリャート・キン氏は結局馬車を借り切り、そこに姿を現した。窓が一斉に開けられ、ゴリャート・キン氏はみんなの前に引き出される。そして、クラーラや役所の同僚たちが見守る中、彼はそこにやってきた医師のクレスチャン・イワノービッチに引き渡され、そのまま精神病棟に収容されてしまう。 ありがとうございます。